帝京平成大学の英語やってみたいと思います。あっという間一瞬で終わった。で、今から一般入試の問題をこの場で解いてやってみたいと思います。文法問題ですね。あ、これちょっとレベルが高いんじゃないですか。あ、これ難しいかもね。見たことない人も多いかな。まあ、いいんじゃない。これ結構基礎的ないい問題が多かったんじゃないかなと思いますね。帝京平成大学、舐めちゃいけないよ。はい、始まりました、まちゃチャンネル。さあ、今回はですね、帝京平成大学の英語やってみたいと思います。2023年の問題やっていきたいと思いますが、あっという間に終わってしまったので、文法問題のところ解説していこうかなと思います。ちょっとね、まあ、ファミリーマート大学とかって言われる帝京平成魂、帝京魂だ。まず最初がね、長文問題、だいぶ短いやつで、Breakaway 2っていうですね、整備堂のね、あの大学用教材から出てました。大学用の英語教材からそのまま長文出してました。はい、すごい短くて簡単でした。で、その後に文法問題があって、で、並べ替え問題があっておしまいです。なんで、文法問題と並べ替え問題はという今一瞬で終わったっていう感じですね。文法問題1分かかんなかったですね。並べ替え問題も10問あったのか。うん、でもこれも2分ぐらいだったかな。で、まあもちろん字書いてたらね、もっと時間かかったと思いますけど、もうただ頭の中でやっちゃったんで、長文って言ってもめっちゃ短いんだよね。長文もあっという間に終わったんで、7分ぐらいかな、かかったの。これ試験時間何分なんだろう。で、いろんな選抜あるんですよ。総合型選抜とか一般入試とか、全部同じ形ですね。で、今から一般入試の問題をこの場で解いてやってみたいと思います。その文法問題ですね。あ、一般入試は会話になってるの。はい。Oh my goodness, I forgot to なんとか hotel room. Don't worry, there are many hotels and guest houses around here. ということで、ホテルルームを予約だから、book ですね。はい。book a hotel room。できますよね、これね。はい。で、次が、How are your violin lessons going? 組 I gave up the violin 2 years ago. Now I'm taking flute lessons instead. バイオリンの代わりにフルートのレッスンやってるって言ってるんですが、これはギブアップ ING ですよね。はい。なんとかするのを諦める。はい。learning。はい。ロが正解。次。Do you think 200 pounds will be なんとか3 days in London? I'm afraid not. You need at least 300 pounds, I think. Hotels are expensive there. 200ポンドでいいと思う。つね。ロンドンで3日いるの。いやいやいや、300ポンドは必要でしょうって言ってますね。はい。sufficient for ですね。はい。十分ってことですね。はい。3日に。available to その人に利用できるとかね。be capable of ing ですね。何かができる。efficient 効率的なですね。はい。次、Barcelona is なんとか on the northeast coast of Spain with a typically Mediterranean climate. ここにある、situated ですね。あ、これはちょっとレベルが高いんじゃないですか。どこどこにあるってですね。is located とか言いますね。あ、e は locating になってるから間違ってますね。positioning が position というの引っ掛けで、ね。あ、Mediterranean。ベテランチ。あ、ベテランチもなんかやってなかったっけ、帝京平成大の問題解くやつ。Mediterranean っていう単語が一番いらないってね、言ってたけどさ。コラボ動画で出てきてる、帝京平成大に。次、I used to see a lot of dogs on our street, but there have been very few, なんとか、あ、最近はあんまりない、lately ですね。はい、ロが正解。これよくね、ごっちゃになっちゃう人多いので、気をつけてください。lastly、最後に、late、遅い、遅く、later、後で。ですね。次、Masami isn't good at speaking English, but he can make himself understood ですね。はい、make oneself understood。やっぱ基礎問題ですね。次、geographically, France has なんとか with 6 countries. は、はいはいはい。あ、これは難しいかもね。neighbors, まあ、近所の人たちってこと ?next, next to みたいなんで、has があるから、has もおかしいし。borders with, はい。6個の国と、こう、国境があるってことですね。これは結構難しいんじゃない？見たことない人も多いかな。まあ推測できるかもしれないけどね。で、次が。Keiko's boyfriend is short-tempered ですね。短気ってことね。She often complains なんとか his lack of patience。あ、これよく出ます。complain ですね。complain to 人 of ことですから。だからにですね。to me of his lack of patience。はい、次。If my grandfather, なんとか a smartphone last year, he'd still be using his old cell phone. まだ使っているだろうってことですね。いわゆる家庭法のねじれとかいうやつですね。if 説の中が前のことを表しているので、had が出てくるはずなんで、hadn't bought ですね。スマートフォンを去年買ってなかったら、今でも古いのを使っているだろう。次。I believe in you, 信じるよ。I want you to なんとか my position when I retire. あ、これこの間やってきた講習で。アカウント4は占めるってですね。何パーセントを占めますとか。take over 受け継ぐですね。はい、これが正解です。my position 私の
ポジションを、あ、ビカムオブね、なんとかどうなるのかって、 What has become of 誰々とかね、この人はどうなったんだろうみたいなやつだよね。これも教えた、あの What とか Whatever がなきゃいけないってやつね、これも教えました。いいんじゃない、これ結構基礎的ないい問題が多かったんじゃないかなと思いますね。じゃあついでに推薦のやつもやっちゃいますか。 Among his friends, Mark is known his sense of humor. Sense of humor で知られている Be known for ですね。 Be known to だったらその人たちに知られてる。 Do you know when Takako なんとか for London ですね。 When 説が名説、未来のことは未来形。 When Takako will leave、 時条件の副説の引っ掛けの Leaves がいないね。ネイティブに言えちゃうよって言われたのかな。My father said I なんとか my own sleeping bag for the camping trip。 キャンピングトリップに持っていく必要はない。あ、これ need のやつね。 don't need to、need not 使うんだったら needn't いいね、これ、はい、イギリス英語 needn't bring になってなきゃいけないですね。 so be careful this knife very well、 あ、cuts very well ですね、はい、自動詞で切れるってやつね。 Ellie なんとか her bag on the floor at the check-in counterね、はい、バゲージっていう目的語取ってますから、他動詞ライレイレレイレイドレイドレイドですから、はい、歯のレイドが正解。 Oh no, concert ticket cost $200, I can't afford it ですね。200ドルもするよ、そんなの払えねえよですね。単数名詞が来てるから、だから1、はい、All や Both を使うんだったら concert tickets になってないといけないですね。 Almost は使いません、こういうふうに。 If the line isPlease call me back later ですね。はい、話中は Line is busy。 次、 A sensible man なんとか not say such a thing in public でそんなことは言わないよってですね。仮定法の条件が主語に来てるってやつね。だから would とか正解ですね。はい、 sensible man、 賢明な人だったらそんなことは言えない、言わないよ。まあ、分別のあるとかって訳されることもあるよね。 Nowadays Korean pop music or K-pop is very popular especially with young people かThe Young ですからね。はい、答えは Ha ですね。 The Young で Young People の意味です。2は Youth People になってるか間違い。次は Give the documents to なんとか is in his office だから、はい、主語の部分がないので Whoever ですね。はい、塊で名詞説になりますから、何々 Ever ついてるやつだからね。まあ副詞説にもなれるけど、で主語の部分が欠けているので関係代名詞の主格が来るんで、だから Whoever、 Whomever 目的格、ハットには関係副詞ですね、ということでした。はい、どうだったでしょうか。いや、基礎、この特にね、推薦のやつとかは基礎を勉強するのに良かったんじゃないかなと思いますね。だから意外とこれ解けないんじゃないのっていう問題もあったんで、これ勉強になったと思いますよ。一般入試の方がまあ難しかったですね、もうちょっとあの長文も長かったし、まあ、そこまでむずいわけじゃないけど、ただ基礎を勉強するには良かったですよ。問題としてとってもいい問題だなと思ったんで、はい、ぜひですね、こういう感じで解いてほしい問題があったらコメントください。帝京平成大学、なめちゃいけないよ。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。